のスペシャルゲストは鬼玉ファミリーなので気楽に行きます。はい、沖縄出身のシンガー上間彩乃さんです。上間です、ただいま。はい、お帰り、久しぶり、お帰りなさい。久しぶりです。そうなんですよ、あの、うん、鬼玉ファミリーがやってくるとね、うん、もうほんとね、いつも通りの感じ。ゲストとして迎えてください。一応ゲストとして迎えるんですけど嬉しいけどね、ファミリーがね、うん、帰ってくる。そうなの、ファミリー感が出ちゃうのでね、ダラーってなりますゆったりとね、そうゆったりとね、うん、番組関連のツイートはシャープ鬼玉795のハッシュタグをつけてお願いします、うんうん、なんと上間彩乃さんはですね、はい、鬼玉で2014年7月7日から2015年3月30日までの9ヶ月間アーティストコーナー担当して、はい、やってましたね。あれから1年、約1年半、私ね、もっと前だと思って、去年のことなんですね。そうなん、そうなん、え、僕はもう最近のことだなってイメージですよ。そうですか、うん、なんか下手したら去年の夏もやってたんじゃないかなってイメージが去年の春まででしたね。春までなんですよ。で9ヶ月間でしょ。結構やってましたね。結構やってますよ、うん、なんかイメージとしてはなんか2クール半年みたいなイメージがあるんだけど、はい、うんうん、もっとやってたね。ね、なんでしょう、この時の感じ方の人ぞれの差、うん、人それぞれ ね、それはもうどうですか。あの、はい、ツイッターはね、うんうん、私フォローしてるので上間彩乃さんが、まあ、まこの1年ぐらい全然つぶやかないで、急にあのアルバムが出るということになった途端つぶやき始めて。そうなんですね。そうで、そのスイッチがね、その周辺のね、そうでしょ、なったり失敗させたね、ごめんね、生きてるよ。鬼玉やってる時には結構ポコポコってつぶやいてたんですけど、はいはい、鬼玉終わった途端に全然つぶやかなくなって見てますね。見てますよ、そりゃ、ね、フォローってそういうもの。あ、でも見てましたよ、私も。でしょ、俺もつぶやかないからね、まあ、ペース的には一緒かなと。同じくらいなんだ。そうなん、そうなんですよ。というね、あの、だから僕は全然そのなんかあのこう期間が空いた感はあんまない。私9ヶ月間これぐらいやってる時に、うん、あの音楽談義をしようと、あのご飯行きましょうって話をね、そうそう、うん、ゆうちゃんも聞いたことあるでしょ。 あります、あります。一回もないですからね。一回もないんです。いやいや、そんな堂々と言わないでください。俺これで、いやいや、それで情報がさ、うん、ツイッターしかないからさ、うん、しょうがないから。なんで連絡してきてくれたらね、連絡しようと思うんですけど、はい、つぶやかなくなったから何してんだろう、沖縄に帰ったのかな。あまあちょこちょこ帰ってますけどね。で帰ってたでしょ。で帰った情報もポコポコって出てきてさ、うん、なんか、まあ、でもほとんど東京いましたよ。あ、ほんと、うんうん、じゃあ連絡すりゃよかったわ。まあこれからまだいますから。まだいます、はい、え、あ、でもツアーがあるからな、ちょっと8月、ほらほら、ね、忙しいじゃない、ね、冬になるとパタッとあの何家にこもるのも、ね、寒いからあんまり外でいやいやでも夏も夏でね、問題ちょっと暑いからね。最近暑いでしょ、すごく。意外とわがままで、うん、暑いけどさね、そうでしょ、活動は仕方ないからそういうこと。もちろんあの、うん、仕事はしてますから、はい、よかった。今日暑いからマネージャー私行かないからなんて言ってませんそんなこと言ってませんよ、はい、ね、ちゃんとやっても分かりましたよ、ちゃんと、はい、ツイッターフォローしててずっと追尾してるんですから。そうだ、ね、いつかちょっと声かけますから、ね、ちゃんとあ、なんかこの頃つぶやかなくなったから暇かなと思ってピッてね、お知らせが多いですからね、はい、さあ、この番組マイクの前でポコって何か言いますとすぐに返答が返ってくるシステムはもう分かってると思いますけどね、はい、早いですね、皆さん。早いです。決めたいこととかありますか。はい、7月に新しいアルバム、はい、まぶい歌という CD が出まして、うん、このまぶいというのが私の生まれ島の沖縄の言葉で魂のこと、うん、まぶいって言うんですよ、うん、はい、鬼玉から一時、うん、鬼玉からもらったわけではありませんが、鬼まぶい、鬼まぶい、鬼まぶい、この番組は鬼まぶい、鬼まぶい、鬼まぶいなので、そのまぶい、魂というこのまぶい、はい、この3文字を使って、うん、上間彩乃を表すあいうえお作文作っていただこうかなと。なので私知ってる人も知らない人も、まあ、イメージしてでもいいし、うん、沖縄出身で歌を歌っていて、うん、東京にいて、うん、ツイッターつぶやかなかったりつぶやいたりと、うん、お天気に読んだりとか、そうそうそうっていう、それぐらいの情報しかないと思うんですけど、皆さんイメージしていただいて、そうね、まぶい、うん、これあの魂ですよ。あれですね、あのちょっと上間彩乃さんで検索すれば、はい、上間彩乃さんパッ出てきますからね。はい、このマーブーイを使ってちょっとそのイメージ、またあれですね、黒髪っすね、
ちょっとね、この、はい、ほら、あの、イメージが、はい、まあ、ね、上前のさん知ってる人は、分かってると思うけど、うんうん、黒髪。もう、そうそう、前のね、アルバム持ってたり、はい、あの、ね、このずっと鬼玉聞いてた人は分かるけど、うんうん、ちょっとね、イメージ伝えるために、ちょっとね、はい、黒髪っすね、ロング、ストレート、それも。はい。ね、最近日焼けしました。本当だ、野外が多くて。最近野外が多くて、すぐに日焼けするんでしたっけ。赤くならないです。すぐ黒くなる。ゆりちゃん白いね。でも私も黒くあんま変わらんか。変わるね、なんか夏の一場面見ちゃってる。腕を、ね、女子が焼けた焼けないやってる系。これは夏の一枚パッチリ。まあジブロですけどね、私ね。高校の時に気づきました。高校の時に。あれ、高校の時もっとすごかったんじゃない。すんごい真っ黒でした。でまた似合うよね、それが似合う。ありがとうございます。あの全体的にも、こんなこと言うとね失礼かもしれないけど、あのなの黒さが似合うというか、なんかこう、はい、小麦色のマーメイドですか。食べ頃ですね、照り焼きで言うと。照り焼きで言うと食べ頃、はい、もうちょっと焼かないとね。全然感情を込めないで喋ってるトークとは思えないのこれね。そこはもうちょっとね、なんか感情を込めていけばいいのね。どう食べ頃よみたいな感じでいけばいいんですけど、まやりすぎるとそっちの世界行っちゃう、ね、そうですね。ね、まあ皆さん分かってもらいましたかね、黒髪でね、あの本当にいい歌歌ってます。いい歌歌って、もう本当にいい歌もちゃんと歌ってるわけなんでございますが、これでまぶいで上前彩乃さんを表すあいうえおさーくぶよろしく。さカメラ意識しすぎ。ありがとうございます。誰も止めないんですね、これね。そうですよ。あの、これしないとリスナーさんに届かないので。うんうん、そっかそっか。そうなんです。じゃあ、念をね、飛ばして、ね。念を飛ばして。はい、大事なことなの、ね、はい。テレパシー。こういうことやんないと。久しぶり、久しぶりだから、ちょっと、何この人って思った？ちょっとね。思うよね。素直。いいなと思って、パワーがね。いやいや、ありがとうございます。いい風に転換してくれるから、上間彩乃さんは、ほんと好き。うん、ありがとうございます。私も好きよ。で、ほんとありがとうございます、はい。キックボクシングをジムに入会したって、これどういうことですか？これ言い方、気をつけてくださいね。入会してます、だから。あの入会してます。興味があって入ってはいるんですけど、うん、ありがたいことにリリースタイミングでちょっといろいろねパタパタお仕事してて、うん、なかなか行けてないんです。 なので通ってますって言いづらいんですよ。あ、入会だけしてる。そう、でも行ってますよ。1回行った。1回行った。4、5回。4、5回行った、うん、今年入って。今年入って、うん、4、5回。8月だよ、うん、確かに。今年って考えちゃうと、うん、まあ、レコーディングからこうね、こうリリースからね、キャンペーンからね。なのでいつも入会費は払ってる。払ってますよ、もちろん。滞納せず。滞納せず、はい、引き落としだから。うん。一回やめとけば。でもいや、また行く。今週、今週行くの。あ、今行くの、うん、あ、まあまあプロモーションがちょっと落ち着いて、できたら合間に、合間に、合間に合間に言ってます。餃子の包み方が上手になった。上手になった。皆さん餃子の包み方って分かりますか。分かります。え、分かります。ペタンってするでしょ、うん、そしたらどんなしてこう、え、俺、え、なんかこう私の手を取って今餃子みたい曲げようとしたぞ。今曲がらんよ私の手。なんでしたらいいんですかね。じゃあ僕ペタンってやんないよ。え、広げたところにあのスプーンで具をこうってやったら、こうやって包み込むようにこうやって包んで、うん、端をキュッてしてから、うん、あの端からクックッとこう、 あれでしょ、これ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 。じゃあ両面合わさったところ2つ一緒にしてひだ作ってますか。ひだ作ってますよ。これ違うんですよ。 お店のやり方教えてもらって、ペタンってせずに片方だけ手前のこの皮だけひだを作るんです。ほう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 。え、じゃあ奥の方のはくっつけるだけだからひだは作らない、そしたら、あ、じゃあ上のひだでピッてつけるの。 そう、うん、そしたら独立するにちゃんと立つんですよ。立つの、うん、あら、そうなんだ。見た目もお店っぽくなるの、うん、へえ。今度やってみる。私両方だと思ってた。私もそう、ずっとそれでやってた。でも端からブリって出ちゃうよ。出ないんだよね。出ないんだ。え、端からブリって出ない。出ないんだよね。あ、出ないの。あ、そう、あそこは違う。すごい。そこを先にギューってやってくるんだ。そうなんだ、知らなかった。手前手前だけひだを作ってくっつけていく。へえ、今度やってみる。面白いよ。おお、一人なのにたくさん作っちゃったりしてね。
そう食べたい。そういう場合はね、そういう場合はね、餃子の皮買ってきてね、僕よくやるのね、一枚一枚ね、コップをそこに立ててグリグリってやってミニ餃子の皮作るんですよ。ちっちゃくするの？そうそう、一口餃子作っちゃう。でね、余ったね、あの餃子の皮をね、揚げたりして、それで、あの、塩振って食べてしますけどね。一口餃子もその作り方ですると可愛い子立つ餃子。ちっちゃいのいっぱいできるよ。あ、その方が美味しい。なんかすんごいいっぱいなの想像しちゃって今餃子が今ドブ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 って感じね。うん、あれ全然響かなかったみたい、うん、次行こう。煮込みを作って焦がしたなんですかこれは。あの料理たまにね時間空いたらするんですけど、はい、あの沖縄料理ね、ラフテー、うん、ラフテー豚肉の煮込み作ってたら、うん、はい、もうあとは弱火で本当のもうちっちゃい方弱火、はいはい、いやコトコトするだけだって置いてたら、うん、甲子園も見入っちゃって、え、見入っちゃって甲子園を見入っちゃって焦がしちゃったの。焦がしちゃった、夢中になって一試合見ちゃったから、もう火をつけたのを忘れてて、うん、もちろん火の近くにはいるんですけど、上間さん、なんかいい匂いだったのがだんだん香ばしいのからだんだん上間さんダメ、甲子園見てあーって言ってたらいい、あのあれかガスコンロ買えばいいじゃないですか。消えるん、消えるやつ、うん、あの消えるんですよ。そう、焦げてくれプッと、え、うちのも消えるんですけど、うん、高温にならないと消えないんですよ。あ、じゃあ弱火ってのダメだ。じゃあトロビンにしてたから、うん、ずーっと中のものはまだあるし、それで消えなかったんです。何、三つ話題もらってさ、うん、ねえ、ねえ、あの一生してるだけじゃん餃子の包み方。それ以外2杯ですよ。1勝2敗の話題ですよ。鬼玉らしいかなと思って選んでみたんですけど、どうでしょう。いやいいと思いますけど。あ、甲子園頑張ってほしいね、みんなね。そっち、沖縄まだなんですけど。そっちなの。いや、岩手がいい勝負したんだな。あの終わり方もファーストでね、スライディングしたんで負けちゃったんだね。煮込みもっと負けないように。岩手が勝ったんだよ。勝ったじゃあそっちなの。煮込み負けない方がいいんじゃない。そうかな、うん、煮込みはまた作ればいいじゃない、材料買って、うんうん、甲子園1回だから。確かにそうです夏の夢は1回だから。うん、まあね、3年生はね、3年生はもうね、でも2年生1年生はまだありますよ、はい、ね、来年も一つ頑張れ、夏に負けるな。結局甲子園の話に持ってかれたわ、うん、確かに。というわけでそんな上間彩乃さん、先月7月20日に4枚目のアルバム「まぶい歌」リリースしましたよ、はい、約2年ぶりとなる4枚目のアルバム「まぶい歌」、これどんな1枚なんですか。魂からの、うん、まあ、まぶいというのが魂という意味で、心からの歌を歌いたくて、うんうん、人に優しくしたいなと思ったら、うん、まず自分が心に余裕があって、うんうん、自分に優しくなれないと、うん、他の人にも優しくできないんですよ。なので優しい歌、音楽、優しい環境に包まれたいなって私自身思ったので、うん、歌でまず優しくあって魂からの歌を皆さんに届けて、うん、その優しいこの波紋っていうんですか、うんうん、あれが波紋が、うん、合ってる合ってるよ、合ってる、みんなに広がっていけばいいなという思いで作りました。まぶい歌、三線の先生じゃないですか、はい、先生業もなさってるんですか。ずっと続けてますよ。あら、教えてくれるんですよ。厳しいらしいです、すっごく。もう生半可な気持ちでは来てほしくないですね。そう、すっごい厳しいんだよね三振は教えてくれるけど、こんなにね、一番最初こんなにお美しくてね、で優しい感じがして、今優しい話をしてたでしょ、うん、優しい話してたからスワーッと浮かんだんですけど、うん、あの三振教室に通うとめっちゃ厳しいらしいですよ生徒が恐れてます、ね、そう、怖い先生が来たってガタガタ震えるらしいですそんなにまでじゃないですけど、うん、皆さんも真剣だから私も真剣にこう対応してあげたいんですよね。なんかね、はい、なんかこの、その、なんていうの、やっぱりこのただ楽器を弾くんじゃなくて、ちょっと魂を込めて、そう、魂を奏でてるのよ。うまいこと花天狗です。魂の、だからやっぱこのなんていうんですか、魂を込めて、優しい魂もあれば、もう荒ぶる魂もあるけれども、まぶい歌はなんか、まずは優しさから始まる。そうですね。っていう歌の世界観ですね。だから、あの、そういう歌が詰まっているので、ぜひちょっと皆さんチェックしていただきたいと思いますが、じゃあここで一曲いきましょう。はい。じゃあ曲の紹介をお願いします。加藤登紀子さん詩曲の歌で、命は結ばれている、一人でも一人じゃない、上間彩乃でぬちゆい。いやー、ちょっとね、上間彩乃さんでございます、
また素晴らしいアルバムを作りましたね。魂の歌と書いてまぶい歌と前から思ってましたけど、はい、上前尾さんが作るアルバムはなんつうの、時代に関係ないというか、うん、ね、時の流れに負けないというか、まあ音楽じゃないですか、はい、でいわゆるあの流行り廃りとは違う次元の歌、それは嬉しいですね、まあ、もちろん今、うん、世がどう動いてて、みんな何が欲しいのかな、私は何考えてるのかなっていうのは時代は見るんですけど、流行りは追わないですね。そうでしょ、いい歌はいい、トイコさんの歌もカバー曲っていうことではなくて、うん、いい歌は歌い継いでいきたいっていう思いがあったので、うん、民謡とか沖縄に限らず、沖縄民謡も本土の民謡もカバー曲って言わないじゃないですか。言わないですね。確かに。そう、なんかそういう感じ、いい歌を歌い継いでいきたい。そう、なので今回日よい命を結ぶ、これでもね、例えば沖縄民謡ってそういうのも多いけど、うん、まあ、まあ日本には民謡とかあるじゃん、ね、それもみんな歌ってるけどカバーと言わないって言うでしょ。でもこれあの何、アメリカのポップスの世界だと、はい、あの普通にリスペクトして、うん、あの古い曲を自分の歌としてあのカバーしていくのね、うん、カバーの意味がちょっと違って、人の歌じゃなくても自分が歌ったらもう自分の歌、自分の歌になる、いい意味でね、そうなの、そうなの、これで、ね、だけどその歌がいいからリスペクトするんだって、アーティストとかをリスペクトしてるからこの曲を歌うっていうね、そういうのがあの例えばアメリカのポップミュージックの世界では当たり前なんですよ。うん、でこれがあるからあのまあまあ今最先端どうなってるか分かんないけど、はいはい、とにかく昔のね、60年代50年代60年代70年代80年代ぐらいまでのアメリカのポップスってやっぱり今でもカバーされるっていうか、うん、リスペクトされて脈々と受け継がれてるけど、まあ、まあ日本だとあれだよね、そこのそこら辺のその、ね、なんていうの、言葉が狭めてる感じはありますよね。そうそうそう、でやっぱりカバーするのって80年代までの曲ばっかりじゃない、うん、そうでしょ、今この頃90年代の曲もやり始めてるけど、うんうん、でも大体カバーっていうと80年代までの楽曲が多いよね、アーティストさんでね、だからそこまでは日本の、 あの音楽界も結構良かったわけですよね、ある意味ね、まあ、ざっくり言っちゃう、うん、だからね、カラオケいいんだけどカラオケがちょっと薄めてるような気がするんだけどね、カラオケが歌えちゃうからっていうことですか、うん、そうそうそう、まずは歌いたいから覚えるっていうね、うんうん、でもね前はねそういうのがない世界で聞いてきたからで僕は思うんですけどもね、だからそういうあの位置から考えるとこの「まぶい歌」はい、アルバムは非常に特殊なアルバムだと僕は思いますよ。うん、要はそのなんていうの、あの時代に流されない楽曲でしょ、うんうん、はい、でいつ聴いてもいいわけじゃないですか、うんうん、別に上間彩乃さんの楽曲は夏聴きましょうみたいな、うん、それはあんまない、夏になったら上間彩乃じゃないやっぱこれはいつでも聴けるし、もうどの年代もどのシーズンでも聴いてもらいたい、そうそう、だからそういうあの CD を出されてる方って、うん、あの今の段階だと非常に少ないので、うん、ぜひ皆さんね、はい、これ手に取ってほしいですね、沖縄民謡も大胆にアレンジして、うん、アレンジャー井上明さん、はいはい、井上明さん、はい、もう本当に日本の音楽ずっと作ってきた人ですからね、だからもうぜひぜひちょっとどうでしょう、上間彩乃さん鬼玉ファミリーなのでというのも含めてね、例えば乃木坂46のアルバムも非常にいつでも聴けるんですよ、はい、あら嬉しい、これ本当にね、うん、それと同じにね僕ね並べられると思うんですよね、上間彩乃さんのがアルバム並べてほしいです、両方両方聴いてみて、いやいやちょっとね、なんかグッとくるものがあるかもしれない、うん、ね、はい、ぜひぜひ聴いてみてちょうだい、アルバム手に入れてください、はい、さあそんな上間彩乃さん今後のご予定ですが、はい、4枚目のアルバム発売記念ツアー2016まぶい歌開催決定です、8月12日金曜日名古屋、ブルーノート名古屋、はい、そして8月15日月曜日大阪、ビルボードライブ大阪でございますね、はい、12、15、はい、うわもうお盆ね、そうなんですね、お盆、お盆ですね、来週にかけてかな、そうです、そうそうですね、はい、ツアーファイナルは11月26日、はい、ちょっと開けますよね、はい、東京日本橋三井ホール、
ですね、はい、間もなくツアースタートということで、うん、これはダメだね、じゃあツアー終わったらね連絡するね、うん、わかりました長いですね長いよ11月26日そう、うん、そう、まあ、そうね、まあ、ツアーってギュッてやる方もいると思うんですけどそうね、まあ、ちょっと話して、まあ、9月10月またいろんなとこに行きたいなとそうでしょ思ってますのでホームページチェックしてくださいもうそろそろ今年も終わるねって頃誘います忘れた頃じゃないですか忘れた頃にちょっと音楽談義をしましょう忘年会忘年会みたいな感じになっちゃいますけどもねとにかく7月20日にリリースしております。え上間彩乃さんニューアルバム「まぶい歌」チェックです。さあ来ました、はい、作文うんあの「まぶい」で上間彩乃さんを表す、はい、ラジオネーム「ハイパーカップ」ぐらいで向こうにたくさんありますからね、うんうん、本当選んでくださいね、はい、いきますよ「まあ万札をぶー不愛想に取り出していいいらねえ釣りはと言って去るこれな、これ上間を表すですよね、まあ、この方のイメージなんでしょう。世ののニトンからいただきました、はい、まあ眉毛の、はい、ブー部分がいい色っぽい眉毛の部分がこの方は私の顔見たんだろうかそうどうなんだろうか直人芋けんぴらいみからいただきました。まあ毎日ブー豚肉いい炒めてます炒めてるんだそうだ煮込んだら焦がすからねそうねヘロヘロヘロスケまぶいで上前のまあ全くもうブーブイブイ言わせてるくせにいい一切つぶやかないんだから今の上間さんすごい拾うねさっきの会話をね、ね、拾うんですよ。狐のルーシャスまぶいで上間屋のまあ毎年毎年ブー部活を頑張る高校球児をいい命がけで応援してます。あそうねこれいいんじゃないかなこれそうなんですか命がけで、ね、さあということで向こうにたくさんありますから1個選んでくださいね、はい、本当に来てるからわかりました。さあじゃあ最後に聞いてる皆さんにちょっとメッセージを。はい。もう最後なんですよ。最後の早いね。早いんです。来週来るまた。ま来て。いや久々にこの場に来れてまた皆さんのねお耳にかかれてすごい光栄でございます。はい。また次は忘れられないうちにまた遊びに来たいと思います。うん、お願いします。まずは CD 皆さんチェックしていただいてツアーにも遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい。来週来れないじゃないですか。 あ、ね、あなた大阪でライブやってるじゃないですか。名古屋大阪行ってるからごめん、はい、ということでございまして最後にもう一曲お届けしましょう、はい、じゃあ、曲の紹介をお願いします。ヤファヤファ沖縄の言葉で柔らかいという意味の歌です。柔らかい風に乗ってどこまでも吹き渡っていきたい上間彩乃で南風に乗って。消えなかったんです。何三つ話題もらってさ、うん、ねえ、にしねえあの一生してるだけじゃん餃子の包み方。それ以外2敗です一勝2敗の話題ですよ。鬼玉らしいかなと思って選んでみたんですけどどうでしょう。いやいいと思いますけど。あ甲子園頑張ってほしいねみんなね。そっち沖縄まだなんですけど。そっちなの。いや岩手がいい勝負したんだな。あの終わり方もファーストでねスライディングしたんで負けちゃったんだね。煮込みもっと負けない岩手が勝ったんだよ。勝ったん勝ったん。じゃあそっちなの。煮込み負けない方がいいじゃん。そうかな。煮込みはまた作ればいいじゃない材料買って、うんうん、甲子園1回だから確かにそうです。夏の夢は1回だから。うん、まあね3年生はね3年生はもうね、うん、でも2年生1年生はまだありますよ、はいね、来年も一つ頑張れ。夏に負けるな。結局甲子園の話に持ってかれたわ、うん、確かに。というわけでそんな上間彩乃さん、はい、先月7月20日に4枚目のアルバム「まぶい歌」リリースしましたよ、はい。約2年ぶりとなる4枚目のアルバム「まぶい歌」これどんな1枚なんですか。魂からの、うん、まあ、まぶいというのが魂という意味で心からの歌を歌いたくて、うんうん、人に優しくしたいなと思ったら、うん、まず自分が心に余裕があって、うん、自分に優しくなれないと、うん、他の人にも優しくできないんですよ。なので優しい歌音楽優しい環境に包まれたいなって私自身思ったので、うん、歌でまず優しくあって魂からの歌を皆さんに届けて、うん、その優しいこの波紋っていうんですか、うんうん、波紋が、うん、合ってる合ってるよ。波紋がみんなに広がっていけばいいなという思いで作った作りました「まぶい歌」。三線の先生じゃないですか、はい、先生業もなさってんですか。ずっと続けてますよ。あら、そう教えてくれるんですよ。厳しいらしいです。すっごくもう生半可な気持ちでは来てほしくないですね。そうすっごい厳しいんだよね
三振は教えてくれるけど、こんなにね、一番最初こんなにお美しくてね、で優しい感じがして、今優しい話をしてたでしょ、うん、優しい話してたからスワーッと浮かんだんですけど、うん、あの三振教室に通うとめっちゃ厳しいらしいですよ生徒が恐れてます、ね、そう、怖い先生が来たってガタガタ震えるらしいですそんなにまでじゃないですけど、うん、皆さんも真剣だから私も真剣にこう対応してあげたいんですよね、なんかね、はい、なんかこの、その、なんていうの、やっぱりこのただ楽器を弾くんじゃなくて、じゃ魂を込めて、そう、魂を奏でてるのよ、うまいこと言って、花天狗です、花天狗です、魂の、だからやっぱこのなんていうんですか、魂を込めて、優しい魂もあれば、もう荒ぶる魂もあるけれども、はい、眩い歌はなんかまずは優しさから始まるっていう歌の世界観ですね、はい、だからあのそういう歌が詰まっているので、ぜひちょっと皆さんチェックしていただきたいと思いますが、じゃあここで1曲いきましょう、はい、じゃあ曲の紹介をお願いします。加藤登紀子さん詞曲の歌で、命は結ばれている、一人でも一人じゃない、上間彩乃でぬちゆい。いやーちょっとね、上間彩乃さんでございます、はい、また素晴らしいアルバムを作りましたね。魂の歌と書いてまぶい歌と前から思ってましたけど、はい、上間彩乃さんが作るアルバムはなんつうの、時代に関係ないというか、うんね、時の流れに負けないというか、うん、まあ音楽じゃないですか、はい、でいわゆるあの流行り廃りとは違う次元の歌、あそれは嬉しいですね、まあ、もちろん今、うん、世がどう動いてて、みんな何が欲しいのかな、私は何考えてるのかなっていうのは時代は見るんですけど、流行りは追わないですね。そうでしょ、いい歌はいいという CD が出まして、うん、このマブイというのが私の生まれ島の沖縄の言葉で、魂のこと、うん、マブイって言うんですよ、うん、鬼玉から一時、うん、鬼玉からもらったわけではありませんが、鬼マブイ、鬼マブイ、鬼マ、この番組は鬼マブイ、鬼マブイ、鬼マブイですよね。なのでそのマブイ、魂というこのマブイ、この3文字を使って、うん、上間彩乃を表すあいうえお作文作っていただこうかなと。なので私知ってる人も知らない人も、まあ、イメージしてでもいいし、うんはいはい、沖縄出身で歌を歌っていて、うん、東京にいて、うん、ツイッターつぶやかなかったりつぶやいたりと、うん、お天気に読んだりとか、そうそうそうっていう、それぐらいの情報しかないと思うんですけど、皆さんイメージしていただいて、そうね、まーぶーい、うん、これあの魂ですよ、あれですね、あのちょっと上間彩乃さんで検索すれば、はい、上間彩乃さんパッ出てきますからね、はい、これマーブーイを使ってちょっとそのイメージ、またあれですね、黒髪っすね、ちょっとねこの、はい、ほらあのイメージが、はい、まあね、上間彩乃さん知ってる人は分かってると思うけど、うんうん、もうそうそう前のねアルバム持ってたり、はい、あのねこのずっと鬼玉聞いてた人は分かるけど、うんうん、ちょっとねイメージ伝えるためにちょっとね、はい、黒髪っすね、ロングストレート、それも、はい、ね、最近日焼けしました。本当だ、野外が多くて、最近野外が多くて、すぐに日焼けするんでしたっけ、赤くならないです、すぐ黒くなる、ゆりちゃん白いね、でも私も黒くあんま変わらんか、変わるね、なんか夏の一場面見ちゃってる、腕を、ね、女子が焼けた焼けないやってる系、これは夏の一枚パッチリ、まあジグロですけどね私ね高校の時に気づきました、高校の時に、あれ高校の時もっとすごかったんじゃない、すんごい真っ黒でした、でまた似合うよね、それが似合う、ありがとうございます、あの全体的にも、うん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 、こんなこと言うとね失礼かもしれないけど、あのなん黒さが似合うというか、なんかこう、はい、小麦色のマーメイドですか、うんうん、食べ頃ですね、照り焼きで言うと、照り焼きで言うと食べ頃、はい、もうちょっと焼かないとね、全然感情を込めないで喋ってるトークとは思えないのこれねそこはもうちょっとね、なんか感情を込めていけばいいのね、どう食べ頃よみたいな感じでいけばいいんですけど、まあやりすぎるとそっちの世界行っちゃうね、そうですね、ね、まあ皆さん分かってもらいましたかね、黒髪 で, こんな感じでね、あの本当にいい歌歌ってます、いい歌歌って、もう本当にいい歌もちゃんと歌ってるわけなんでございますが、これで「まぶい」で上間彩乃さんを表すあいうえおさーくぶーよろしく、さカメラ意識しすぎてありがとうございます。これ誰も止めないんですね、これね。そうですよ。あの、これしないとリスナーさんに届かないので。うんうん、そうか、そうか。そうなんです。じゃあ、念をね、飛ばしてね。念を飛ばして。はい、大事なことなんで、ね。はい、テレパシー。こういうことやんないと。
久しぶり久しぶりだからちょっと何この人って思った？ちょっとね思うよね。それは素直いいなと思ってパワーね。いやいやありがとうございます。いい風に転換してくれるから上間彩乃さんは本当好き。うん、ありがとうございます。私も好きよ。で本当ありがとうございます。はい、キックボクシングをジムに入会したってこれどういうことですか？これ言い方気をつけてくださいね。入会してますだから。あの入会してます。興味があって入ってはいるんですけど、うん、ありがたいことにリリースタイミングでちょっといろいろねパタパタお仕事してて、うん、なかなか行けてないんです。 なので通ってますって言いづらいんです。本日のスペシャルゲストは鬼玉ファミリーなので気楽に行きます。はい、え沖縄出身のシンガー上間彩乃さんです。上間です。ただいま。はい、お帰り、お帰りなさい。久しぶりです。そうなんですよ。あの、うん、鬼玉ファミリーがやってくるとね、うん、もうほんとねいつも通りの感じ。ゲストとして迎えてください。一応ゲストとして迎えるんですけど嬉しいけどねファミリーがね、うん、帰ってくる。そうなの、ファミリー感が出ちゃうのでね、ダラーってなりますゆったりとね、そうゆったりとね、うん、番組関連のツイートはシャープ鬼玉795のハッシュタグをつけてお願いします。うんうん、なんと上間彩乃さんはですね、はい、鬼玉で2014年7月7日から2015年3月30日までの9ヶ月間アーティストコーナー担当してはいやってましたね。ね、あれから約1年半。私ねもっと前だと思って。去年のことなんですね。そうなんそうなん。え、僕はもう最近のことだなってイメージですよ。そうですか。うん、なんか下手したら去年の夏もやってたんじゃないかなってイメージが去年の春まででしたね。春までなんですよ。で9ヶ月間でしょ。結構やってましたね。結構やってますよ。なんかイメージとしてはなんか2クール半年みたいなイメージがあるんだけど、はい、もっとやってたね。ね、なんでしょう、この時の感じ方の人ぞれの差、うん、人それぞれ ね、それはもうどうですか。あの、はい、ツイッターはね、うんうん、私フォローしてるので上間彩乃さんがまあこの1年ぐらい全然つぶやかないで、急にあのアルバムが出るということになった途端つぶやき始めて。そうなんですね。そうで、そのスイッチがね、その周辺のね、そうでしょう。女になったり失敗させたね、ごめんね、生きてるよ。鬼玉やってる時には結構ポコポコってつぶやいてたんですけど、はいはい、鬼玉終わった途端に全然つぶやかなくなって。見てますね。見てますよ、そりゃ、ね、フォローってそういうもの。あ、でも見てましたよ私も。でしょ、俺もつぶやかないからね、まあ、ペース的には一緒かなと。同じくらいなんだ。そうなんです、そうなんですよ。というね、あのだから僕は全然そのなんかあのこう期間が空いた感があんまない。私9ヶ月間これぐらいやってる時に、うん、あの音楽談義をしようと、あのご飯行きましょうって話をね。そうそう、ゆうちゃんも聞いたことあるでしょ。 あります、あります。一回もないですからね。一回もないそんな堂々と言わないでください。俺これで、いやいや、それで情報がさ、うん、ツイッターしかないからさ、うん、しょうがないから。なんで連絡してきてくれたらね、連絡しようと思うんですけど、はい、つぶやかなくなったから何してんだろう、沖縄に帰ったのかな。あまあちょこちょこ帰ってますけどね。で帰ってたでしょ。で帰った情報もポコポコって出てきてさ、うん、なんかまあでもほとんど東京いましたよ。あ、ほんと、うんうん、じゃあ連絡すりゃ終わったわ。まあこれからまだいますから。まだいます、はい、え、あでもツアーがあるからな、ちょっと8月、ほらほら、ね、忙しいじゃない、ね、冬になるとパタッとあの何、ね、家にこもるの寒いからあんまり外でいやいやでも夏も夏でね、問題ちょっと暑いからね。最近暑いでしょすごく。意外とわがまま、うん、暑いけどさねえ、そうでしょ、活動は仕方ないからそういうこと。もちろんあの、うん、仕事はしてますから、はい、よかった。今日暑いからマネージャー私行かないからなんて言ってませんよ。そんなこと言ってませんよ、はい、ね、ちゃんとやってます。分かりましたよ、ちゃんと、はい、ツイッターフォローしててずっと追尾してるんですから。そうだ、ね、いつかちょっと声かけますからね。ちゃんとあ、なんかこの頃つぶやかなくなったから暇かなと思ってピッてね、お知らせが多いですからね、はい、さあ、この番組マイクの前でポコって何か言いますとすぐに返答が返ってくるシステムはもう分かってると思いますけどね、はい、早いですね皆さん。早いです。決めたいこととかありますか。はい、7月に新しいアルバム「はい、まぶい歌」というあ、入会だけしてる。そうでも行ってますよ。1回行った1回行った4、5回。4、5回行った、今年入って。今年入って、うん、4、5回。8月だよ、うん、確かに今年って考えちゃうと、うん、まあ、レコーディングからこうね、こうリリースからね、キャンペーンからね、なのでいつも入会費は払ってる。払ってますよ、もちろん滞納せず。滞納せず、はい、引き落としだからうん一回やめとけばでもいや、また行く、今週行くの、うん、あ、まあまあプロモーションがちょっと落ち着いて、
できたら合間に行ってます。餃子の包み方が上手になった皆さん餃子の包み方って分かりますか？分かります。え、分かります。ペタンってするでしょ、うん、そしたらどんなしてこう、え、俺、え、なんかこう私の手を取って今餃子みたい曲げようとしたぞ。今曲がらんよ私の手。なんでつらいんですかね。じゃあ僕ペタンってやんないよ。え、広げたところにあのスプーンで具をこうってやったら、こうやって包み込むようにこうやって包んで、うん、端をキュッてしてから、うん、あの端からクックッとこう あれでしょ、これ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 。じゃあ両面合わさったところ2つ一緒にしてひだ作ってますか？ひだ作ってますよ。これ違うんですよ。お店のやり方教えてもらって、うん、ペタンってせずに片方だけ手前のこの皮だけひだを作るんです。え、じゃあ奥の方のはくっつけるだけだからひだは作らない、そしたらあ、じゃあ上のひだでピッてつけるの？そう、うん、そしたら独立するにちゃんと立つんですよ。立つの、うん、あら、そうなんだ。見た目もお店っぽくなるの、うん、へえ。今度やってみる。私両方だと思ってた。私もそう、ずっとそれでやってたんで。でも端からブリッて出ちゃう。出ないんだよね。出ないんだ。え、端からブリッて出ない。出ないんだよね。あ、出ない。あそこは違う。そこを先にギューってやってくるんです。そうなんだ、知らなかった。手前だけひだを作ってこうくっつけていく。今度やってみる。面白いよ。おお、一人なのにたくさん作っちゃったりしてね。そう、食べたい。そういう場合はね、そういう場合はね、餃子の皮買ってきてね、僕よくやるのね、一枚一枚ね、コップをそこに立ててグリグリってやってミニ餃子の皮作るんですよ。ちっちゃくするの？そうそう、一口餃子作っちゃう。でね、余ったね、あの餃子の皮をね、揚げたりして、それであの塩振って食べてしますけどね。一口餃子もその作り方ですると可愛い子立つ餃子。ちっちゃいのいっぱいできるよ。あ、その方が美味しい。すんごいいっぱいなの想像しちゃって今餃子が今ブブ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 ブって感じね。うん、あれ全然響かなかったみたい。次行こう。煮込みを作って焦がした。なんですかこれは。あの料理たまにね時間空いたらするんですけど、はい、あの沖縄料理ね、ラフテ、うん、ラフテ豚肉の煮込み作ってたら、うん、もうあとは弱火で本当のもうちっちゃい方弱火、はいはい、いやコトコトするだけだって置いてたら、うん、甲子園も見入っちゃって、見入っちゃって甲子園を見入っちゃって焦がしちゃったの。焦がしちゃった。夢中になって一試合見ちゃったから、もう火をつけたのを忘れてて、うん、もちろん火の近くにはいるんですけど。上政、なんかいい匂いだったのがだんだん香ばしいのからだんだん。上政さんダメ。こうして見てあーって言ってたら、いい、あのあれかガスコンロ買えばいいじゃないですか。消えるん、消えるやつ、うん、あの消えるんですよ。そう、焦げてくれて、うちのも消えるんですけど、うん、高温にならないと消えないの。あ、じゃあ弱火ってのダメだ。じゃあとろ瓶にしてたから、うん、ずーっと中のものはまだあるし、うん、それでトキコさんの歌もカバー曲っていうことではなくて、うん、いい歌は歌い継いでいきたいっていう思いがあったので、うん、民謡とか沖縄に限らず、沖縄民謡も本土の民謡もカバー曲って言わないじゃないですか。言わないですね。確かに。そう、なんかそういう感じ、いい歌を歌い継いでいきたい。そう、なので今回ぬちゆい命を結ぶ。これでもね、例えば沖縄民謡ってそういうのも多いけど、うん、まあ、まあ日本には民謡とかあるじゃん、ね、それもみんな歌ってるけどカバーと言わないでしょ。でもこれあの何、アメリカのポップスの世界だと、はい、あの普通にリスペクトして、うん、あの古い曲を自分の歌として、うん、あのカバーしていくのね。カバーの意味がちょっと違って、人の歌じゃなくても自分が歌ったらもう自分の歌、自分の歌になる、ね、そうなの、うん、そうなの。これで、ね、だけどその歌がいいからリスペクトするんだって。アーティストとかをリスペクトしてるからこの曲を歌うっていうね、うん、そういうのがあの例えばアメリカのポップミュージックの世界では当たり前なんですよ、うん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 、でこれがあるからあのまあまあ今最先端どうなってるか分かんないけど、はいはい、とにかく昔のね、60年代、50年代、60年代、70年代、80年代ぐらいまでのアメリカのポップスってやっぱり今でもカバーされるっていうか、うん、リスペクトされて脈々と受け継がれてるけど、まあ、まあ日本だとあれだよね、そこのそこら辺のその、ね、なんていうの、言葉が狭めてる感じはありますよね。そうそうそう。でやっぱりカバーするのって80年代までの曲ばっかりじゃない、うん、そうでしょ。今この頃90年代の曲もやり始めてるけど、うんうん、でも大体カバーっていうと80年代までの楽曲が多いよね、アーティストさんでね。だからそこまでは日本の、あの音楽界も結構
良かったわけですよね、ある意味ね、まあ、ざっくり言っちゃう。そうね、だからね、カラオケいいんだけど、カラオケがちょっと薄めてるような気がするんだけどね。カラオケが歌えちゃうからっていうことですか、うん、そうそうそう、まずは歌いたいから覚えるっていうね、うんうん、でもね、前はねそういうのがない世界で聞いてきたからで僕は思うんですけどもね、だからそういうあの位置から考えると、このまぶい歌、はい、アルバムは非常に特殊なアルバムだと僕は思いますよ。要はそのなんていうの、あの時代に流されない楽曲でしょ、うんうん、はい、でいつ聴いてもいいわけじゃないですか、別に上間彩乃さんの楽曲は夏聴きましょうみたいな、うん、それはあんまない、夏になったら上間彩乃じゃないやっぱこれはいつでも聴けるし、もうどの年代もどのシーズンでも聴いてもらいたい。そうそう、だからそういうあの CD を出されてる方って、うん、あの今の段階だと非常に少ないので、うん、あのぜひ皆さんね、はい、あのこれ手に取ってほしいですね。沖縄民謡も大胆にアレンジして、うん、アレンジャー井上明さん、はいはい、あ、井上明さん、はい、もう本当に日本の音楽ずっと作ってきた人ですからね。だからもうぜひぜひちょっとあのどうでしょう、上間彩乃さん鬼玉ファミリーなので、あのというのも含めてね、例えばあの乃木坂46のアルバムも非常にいつでも聴けるんですよ、はい、あら嬉しい、これ本当にね、うん、それと同じにね僕ね並べられると思うんですよね、上間彩乃さんのがアルバム並べてほしいです、両方両方聴いてみて、いやいやちょっとね、なんかグッとくるものがあるかもしれない、うん、ね、はい、ぜひぜひ聴いてみてちょうだい、アルバム手に入れてください、はい、さあそんな上間彩乃さん今後のご予定ですが、はい、4枚目のアルバム発売記念ツアー2016まぶい歌開催決定です。8月12日金曜日名古屋、ブルーノート名古屋、はい、そして8ですか、あの、はい、ツイッターはね、うんうん、私フォローしてるので上間彩乃さんがまあこの1年ぐらい全然つぶやかないで、急にあのアルバムが出るということになった途端つぶやき始めて、そうなんですね、そうでそのスイッチがね、その周辺のね、そうでしょ、なったり失敗させたね、ごめんね、生きてるよ。鬼玉やってる時には結構ポコポコってつぶやいてたんですけど、はいはい、鬼玉終わった途端に全然つぶやかなくなって、見てますね、見てますよ、そりゃ、ね、フォローってそういうもの、あ、でも見てましたよ私も、でしょ、俺もつぶやかないからね、まあ、ペース的には一緒かなと、同じくらいなんだ、そうなんです、そうなんですよ、というね、あのだから僕は全然そのなんかあのこう期間が空いた感はあんまない、私9ヶ月間これぐらいやってる時に、うん、あの音楽談義をしようと、あのご飯行きましょうよって話をね、そうそう、ゆうちゃんも聞いたことあるでしょ、 ありますあります、そうそうそう、1回もないですからね、一回もないんですよ、そんな堂々と言わないでください、俺これで、いやいや、それで情報がさ、うん、ツイッターしかないからさ、うん、しょうがないからなんで連絡してきてくれたらね、連絡しようと思うんですけど、はい、つぶやかなくなったから何してんだろう、沖縄に帰ったのかな、あまあちょこちょこ帰ってますけどね、で帰ってたでしょ、で帰った情報もポコポコって出てきてさ、うん、なんかまあでもほとんど東京いましたよ、あ本当、うんうん、じゃあ連絡すりゃ終わったわ、まあこれからまだいますから、まだいます、はい、あでもツアーがあるからな、ちょっと8月、ほらほら、ね、忙しいじゃない、ね、冬になるとパタッとあの何、家にこもるのも、ね、寒いからあんまり外でいやいやいや、でも夏も夏でね、問題ちょっと暑いからね、最近暑いでしょすごく、意外とわがまま、うん、暑いけどさねえ、そうでしょ、活動は仕方ないからそうそういうもちろんあの、うん、仕事はしてますから、はい、よかった、今日暑いからマネージャー私行かないからなんて言ってますよ、そんなこと言ってませんよ、はい、ね、ちゃんとやってもわかりましたよ、ちゃんと、はい、ツイッターフォローしててずっと追尾してるんですから、そうだね、いつかちょっと声かけますからね、ちゃんちゃんと、あ、なんかこの頃つぶやかなくなったから暇かなと思ってピッてね、お知らせが多いですからね、はい、さあ、この番組マイクの前でポコって何か言いますとすぐに返答が返ってくるシステムはもう分かってると思いますけどね、はい、早いですよね、皆さん、早いです、決めたいこととかありますか、はい、7月に新しいアルバム「はい、まぶい歌」という CD が出まして、うん、この「まぶい」というのが私の生まれ島の沖縄の言葉で魂のこと、うん、まぶいって言うんですよ、はい、鬼玉から一時、うん、鬼玉からもらったわけではありませんが、うん、鬼まぶいですよね
鬼まぶい、鬼まぶい、この番組は鬼まぶい、鬼まぶいなので、そのまぶい魂というこのまぶい、この3文字を使って、うん、上間綾乃を表すあいうえお作文なんて作っていただこうかなと。なので私知ってる人も知らない人も、まあ、イメージしてでもいいし、うん、沖縄出身で歌を歌っていて、はい、東京にいて、うん、ツイッターつぶやかなかったりつぶやいたりと。うん、お天気に読んだりとか、そうそうそうっていう、それぐらいの情報しかないと思うんですけど、皆さんイメージしていただいて、そうね、まぶい、うん、これあの魂ですよ、あれですね、あのちょっと上前のさんで検索すれば、はい、上前のさんパッ出てきますからね、はい、これまぶいを使ってちょっとそのイメージ、またあれですね、黒髪っすね、ちょっとね、このほらあのイメージが、はい、まね、上前のさん知ってる人は分かってると思うけど、うんうん、もうそうそう、前のねアルバム持ってたり、はい、あのね、このずっと鬼玉聞いてた、いつのスペシャルゲストは鬼玉ファミリーなので気楽に行きます、はい、え沖縄出身のシンガー上前のさんです、上前です、ただいま、はい、お帰り、お帰りなさい、久しぶりです、そうなんですよ、あの、うん、鬼玉ファミリーがやってくるとね、うん、もうほんとね、いつも通りの、ゲストとして迎えてください、一応ゲストとして迎えるんですけど嬉しいけどね、ファミリーがね、うん、帰ってくる、そうなの、ファミリー感が出ちゃうのでね、ダラ、はい、ーってなりますゆったりとね、そう、ゆったりとね、番組関連のツイートはシャープ鬼玉795のハッシュタグをつけてお願いします、うんうん、なんと上間綾乃さんはですね、はい、鬼玉で2014年7月7日から2015年3月30日までの9ヶ月間アーティストコーナー担当して、はい、やってましたね、ね、あれから1年、約1年半、1年半、私ね、もっと前だと思って、去年のことなんですね、そうなん、そうなん、最近は、え、僕はもう最近のことだなってイメージですよ、そうですか、うん、なんか下手したら去年の夏もやってたんじゃないかなってイメージが去年の春まででしたね、春までなんですよ、で9ヶ月間でしょ、結構やってましたね、結構やってますよ、なんかイメージとしてはなんか2クール半年みたいなイメージがあるんだけど、はい、もっとやってたね、ね、なんでしょう、この時の感じ方の人ぞれの差、人それぞれね、それはもうどうしてわかるけど、うん、ちょっとねイメージ伝えるためにちょっとね、はい、黒髪っすね、ロングストレート、それも、はい、最近日焼けしました、本当だ、野外が多くて、最近野外が多くて、すぐに日焼けするんでしたっけ、赤くならないです、すぐ黒くなる、ゆりちゃん白いね、でも私も黒くあんま変わらんか、変わるね、なんか夏の一場面見ちゃってる、ね、女子が焼けた焼けないやってる系、これは夏の一枚パッチリ、まあジグロですけどね、私ね高校の時に気づきました、高校の時に、高校の時もっとすごかったんじゃない、すんごい真っ黒でした、でまた似合うよね、それが似合う、ありがとうございます、あの全体的にも、こんなこと言うとね失礼かもしれないけど、あのなん黒さが似合うというか、なんかこう、はい、小麦色のマーメイドですか、うんうん、食べ頃ですね、照り焼きで言うと、照り焼きで言うと食べ頃、はい、もうちょっと焼かないとね、全然感情を込めないで喋ってるトークとは思えないのこれねそこはもうちょっとね、なんか感情を込めていけばいいのね、どう食べ頃よみたいな感じでいけばいいんですけど、まあやりすぎるとそっちの世界行っちゃうね、そうですね、そうですね。